吉谷さん、アウトレイジじゃなくて億万長者合宿レイジ始まりましたね。このレイジっていう意味をね、今調べてみたら、なんかこう憤りとかね、おりゃーみたいな気持ちだそうですね。まあ、内側から出るみたいな、そんなリビドを感じるんですけども、第1回目にしてね、吉谷さんやめてくださいよ。もう完全にあれオチじゃないですか。もうあの、結局少ない再生数でどうやって稼いでいくかってことが分かればもういいわけですよね。まさにね、そうなんですよ。あの、莫大な再生数稼いだりとか、チャンネル登録お願いしますとかってやるじゃないですか。あれがね、もうね、過当競争になってるんですよ。チャンネル登録の多い方同士で競い合ってるんですよね。その中で何人かしかうまくいかないんですよ。あとはもうね、飽和していくだけなんですよ。ただね、多くの人がたどり着けそうで実現できるのっていうのは低アクセスなんですよ。例えばね、再生数が10ですとか20ですとか、チャンネル登録が3人です、5人です。あーってなるでしょ。いや、いいんですよ。チャンネル登録1人でもいれば、もうそこはね、ビジネスがスタートできるマーケットなんですから。ちょっといただきます。うん。これ週に1回ね、楽しみでカップ焼きそばを食べるんですよ。私のね、インスタントラーメンとかインスタント焼きそばの食べ方って、必ずこうやってね、陶器の皿に移して食べるんですね。ラーメンでもカップのまま食べないんですよ。はい。なんで私がね、この動画の中でいきなり焼きそばを食べたと思います？カップ焼きそば。なんででしょうね。まあ、深い意味はないんですよ。本当に。ただ、ここにどういう意味を持たせることができるかっていうのが、人のこれから行動する結果の差なんですよね。まさに違いを生み出す違いなんですよ。まあ、私がね、理由をつけるとしたら、私ね、全然稼げてなくて借金が3500万あった時も、こうやってカップ焼きそば食べてたんですよ。で、今でも隠居生活しながら、今は結構暮らしは楽なんですけども、それでもね、カップ焼きそば食べるんですよ。あの、味覚って変わらないんですよ、あんまり。だから、お金持ちになったからって言ってね、生活に余裕ができたからって言って、無理して、なんかホテルのね、コースメニュー頼む必要はないんですよ。でも体験としてとか、プロモーションとして食べに行くことはあったり、デートとか記念日で行くことはありますよ。でも普段はね、私超自炊ですからね。吉谷さんもそうでしょ。変わんないんですよ、全然。ランニングコスト変わんないんですよ。だから生活費切り詰めて切り詰めてっていう風なね、言い方される方もいますけども、生活費自体は私も、豊満ではないです。割と切り詰めです。切り詰めたからこそ一戸建てを一発で買うみたいな選択になるんですよね。で、もちろん法人を作って、最初にね、30万ぐらいの設立登記費用を払って法人を作るのもケチだからなんですよ。だって法人にした方が節税ができるし、全ての会計が明朗なんで、調査がすごくしやすくって、時間がかからないんですよね。で、書類の整理がむちゃくちゃ進むんですよ。だから時間が結局余るんですよ。でもサラリーマン時代ってのはどうなんですかね。まあ、ずいぶん懐かしい話になっちゃいますけども、ちょっと半分想像で現代のサラリーマン事情をお話しますけども、例えばね、出勤時間が朝8時に決まっていたら、その何ですか、6時ぐらいに起きたり準備したりとかっていうになったりとか、通勤したりとか、出社に必要なネクタイは最近締めないと思いますけども、スーツ着たりとかね、革靴が汚れたら買い替えたりとかあると思うんですよ。でもどうなんですかね、これって効率悪くないかなと思うんですよね。出勤がないで、靴もなんか玄関にあるもの適当に履くで、もうそれこそね、バスケットシューズでもセッタでも何でも OK みたいなね。
で、ネクタイは締めないし、スーツももう何年も着てないみたいなね。もうお葬式の時ぐらいですね、スーツ着るのは。で、自然なんかそのファッションとか気にせずに自分の気に入ったものをね、ヨレヨレにならない程度に買い替えてればいいんで、むちゃくちゃ楽だなと思いますし、でそれがまさに差別化を生んでるのかなと思うんですよ。その労働市場とかビジネスの現場ってみんな同じような格好しないと仕事ができないところがあります、まあ、最近はねスーツにネクタイってことはなくなったと思いますけども、それでもねある程度のフォーマルな格好になってきて、お互いに失礼のないようにってなってます。それはすごくいい文化だと思いますけども、じゃあその大多数の中でこういうふうなラフな格好をしてね生きてるのがどうなのかなと、目立つんではないかなと思うんですよ逆に。で、あのなんかカイジのスピンオフで班長ってのがあったんですけども、班長がね、まあ、知らない方はすいませんけども地上に出て、すごく見せつけるシーンがあるんですよ。それは昼の牛丼屋か定食屋かに、ね、班長がネクタイ締めて行ってね、でスーツで行って、ビジネスマンが一生懸命ね忙しい中でランチを食べてる中で余裕でビールを飲むみたいなね。でビール飲んでると目立つんですよね。だってみんなビジネスなんで、ランチ食べたら急いで次の現場に行かないといけないところでわーって食べてるわけですよ。班長は余裕でビールクリュッて飲んでね、しかもビジネスマンの格好してるんで、お互いにあのビジネスマンは何なんだと思わせるのが気持ちいいみたいなね、うん、だから人との違いを生きているってことなんですよ。さあそれで今回の動画の結論ですけども、あの内側から出る渇望ってあるじゃないですかね、憤りとかこううおーっていう気持ちね、冒頭で話しましたけども、それを表現し続けるのが人生だと思うんですよ。もちろんね、なんか派手な大声を出してびっくりさせるってわけじゃないです。内側からでどうしてもね果たせない夢があるじゃないですか。あれをやってみたい、これをやってみたい、若い頃こうだった、今でも若いつもりなんだとかね、あの大好きな女の子に会いたいとかね、そういう気持ちのままに生きていて人生だと思うんですよ。でも人はなぜかね後回しにしていって、若い頃を台無しにして、まあ、中年時代もねそこそこ社会に合わせていって、はたと気がついたら自分の人生どこにあったのかなと。さあやりたいことやるぞと思ったらもう70歳でしょ。やりたいことできますかね、うん、私はねすでに全力疾走が結構きついんですよ、うん、で割とね懸垂するのも勇気がいりますしね、なんかねいろいろとね年を取ってできなくなってくることあるなっていうのと同時に、年を取ったからこそできないものを消していこうと思ってね、体を鍛えたりとか頭鍛えたりとか、あの10代とかね10歳にも満たないこうちっちゃいことをこう近所の人とお付き合いしたりとかしてみると、やっぱりね若い感性にこそ学ぶものがあるなと思いますね。で、年齢を重ねた人からは固定概念とかね前例主義しか学べません。それもそれで勉強になるところありますけども、ただね新しい発想は出てこないです。例えば最近ねスマホっていうのが今度 5G に変わるっていう話がありますけども、ガラケーの人は困るだけなんですよ。でいろんな店舗でスマホ決済っていうのが起きてますけども、もうスマホ決済になっちゃったらこれ店員さんやってってなっても学ぼうとしないんですよね。新しいことやろうとしないんですよ。それこそ歴戦の強者ですから、どんどん新しいことに挑戦する姿を見せられるはずなのに、もうね先がないことを自分で悟って諦めてるんですよ、次にすることを。でそれが30代とか40代でも起きてませんかってことを私は言いたい。あのね若い時に年を取ってはダメですよ。やっぱ常に挑戦して常に未知のものに向かっていく、それは何歳になっても変わらないと思うんですよ。ちなみにですね、ルパン三世ってアニメがあるんですけども、ルパン三世ってアニメの次元大輔って声の一人じゃないですか、小林清さん。あの人はルパンファミリーの中でも声優さんの中でも今でも現役でやってる87歳なんですよ。すごいですね。また新しいセリフに取り込んだり、自分が声優を続けてる中でいろんな声優さんがデビューしては辞めていき、デビューしては挫折していきの中で生き残っているというね、これすごくないです。私はねそういう風なね年の取り方をしていきたいなと思います。で YouTube って世界では多分その次元大輔の声の小林清さんと同じように80過ぎても90過ぎても現役ってことが可能だと思うんですよ。私はそこに向かっていきたいなと思います。ただし私の YouTube 放送がいきなり止まった時って私が死んだ時だと思いますので、私が死んだらね、もしその動画を更新されてないのを見かけたら、久保哲郎は死んだのかみたいな動画をね、吉谷さんを中心に速稼塾の私のね後を継ぐものは上げていただきたいかなと思います。それが今回の億万長者か、億万長者合宿レイジ、私からの最初のメッセージになります。それでは、焼きそば伸びちゃったね、美味しい。なんでこれ焼きそばうまいんですかね、あと焼きそば食べるだけなんで、ちょっとカメラ下げてね見させてもらいます。あとは見てもしょうがないですよ。
焼きそばにコーヒーが。いや本当に見てもしょうがないですよ。見てもしょうがないって言うの。ちょっとね、胸が出てきました。お腹もちょっと